スティーブン・クリストファー・トラクセルは、メジャーリーグ・ベースボールの投手。ウトウ・ミギウチ。アメリカ合衆国カリフォルニア州、オックスナード出身。1991年に、ドラフト8巡目で、シカゴ・カブスから指名を受け、プロ入り。入団3年目となる1993年に、メジャーデビューを果たした。1994年から、カブスの先発ローテーションに定着。 ストライキが行われたため、9勝止まりだったが、3.21という防御率を記録。2桁勝利をしても何ら不思議のない防御率だった。しかし、翌1995年は大乱調。防御率は5.00を超え、勝ち星もわずか7勝止まりだった。しかし、1996年には復活。自己ベストとなる防御率を記録し、自身初の2桁勝利を記録した。 その後は、校長と不調が交互に訪れるような状況になり、1998年に15勝を挙げた以外に、特別優れた成績を残すことはなかった。なお、1998年9月8日には、マーク・マグワイアに、メジャー新記録となる62本目の本塁打を打たれた。2000年は、タンパベイデビルレイズに移籍してのシーズン。防御率は4.58と、 まずまずの成績ながら6勝10敗と大きく負け越してしまった。シーズン途中にトロントブルージェイズに移籍することになった。移籍後は2勝5敗とデビルレイズほどの負け越しはしなかったが防御率が悪化。最終的には8勝15敗と7つの負け越しでシーズンを終えた。オフにニューヨークメッツに移籍。メッツでは移籍1年目の2001年から4.00台の 防御率で2桁勝利を挙げる活躍。2002年には規定投球回に到達した防御率としては自己2番目の数値を残し、翌2003年には16勝を挙げた。2004年もまずまずの成績を残したが、2005年は背中の痛みが原因となり、8月まで投げられない状態が続いた。復帰後初の登板では、 サンフランシスコジャイアンツを8回に失点に抑え、勝ち投手になったが、その後はパッとせず、今一つの成績に終わった。2006年は、勝ち星こそ15勝だったものの、投球内容はいまいちで、15勝を挙げられたのは、メッツの強力打線の援護を受けたからである。2007年になった時点では、オリオールズの構想には入っていなかったが、 先発ローテーションの一角であるクリス・ベンソンが肩の手術を受け、シーズン絶望となったため、その代役として、急遽、補強された。8月31日、ロッキー・チェリー、スコット・ムーアとのトレードで、フルス・カブスに復帰した。ありがとうございます。